9月29日に始まった2013年シーズンも両チーム今日が144試合目となります。横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの24回戦、今シーズンの最終戦をお送りしてまいります。それでは今日の放送席をご紹介しましょう。解説は鉄人衣笠祥雄さん、ベンチリポートは加藤行アナウンサー、実況は TBS の新田悦雄でお送りしてまいります。衣笠さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それではまずは順位表からご覧いただきましょう。セントラルリーグはすでに順位は確定しています。まずタイガースは2位をなんとか死守して12日からの衣笠さん、クライマックスシリーズに向かっていきますね。そうですね、ちょっと9月苦しみましたけど、ね、はい、ここへ来てちょっと状態上がってきたなっていう感じですよね。まあ、一つそのファーストステージ勝ち上がって、さらにファイナルステージ、そしてまあ日本シリーズという道をね考えてるわけですが、そういうことですね。クライマックスの第一ステージ勝たないとね次進めませんのでね、そういう意味じゃ今日の試合も阪神にとっては大事な試合になりますよね。そうですね、はい、いい形で進んでいきたいと思います。そう思いますね。そして一方の DeNA は6年ぶりに最下位を脱出しました。衣笠さんから見た今年のベイスターズ、どう映りましたか？そうですね、まあ、シーズン当初ちょっとまだ戸惑いがね、はい、なかなかブランコ選手が入って、まあ、打線のチームに変貌したかなという形は見せて、中盤からですね、はい、若いピッチャーがちょっと出てきて形が少しずつ出てきたかなというところではないでしょうかね。何かこうようやくその低迷から脱出しそうな、そんなイメージもありますよね。選手の中でですね、ここにこれはなんとかなるかなという形がですね少しずつ見えてきたのが8月以降ではないかなという感じですね。はい、それではベイスターズの最終戦のスタメンをご覧いただきましょう。今日は試合後に引退セレモニーが予定されている小池、そして今シーズン限りで退団が決まった森本がスタメンで出場してきます。もう一人今シーズン限りで退団が決まっているラミレスは代打での登場が予定されています。ご覧のようなオーダーですが、まず小池からなんですけども、はい、10月の5日以来の出場となりますが、横浜、まあ、プロ生活15年ということですね。そうですね、はい、本当にあの横浜高校からですね、まあ、地元の球団に入って、まあ、一時期中日にね、はい、行きましたけど、またこうして帰ってきて、まあ横浜で生まれた子が横浜のその球団に入って、嬉しかったでしょうね。本人もやっぱり気になった横浜で僕は生まれて、はい、横浜で育ち、はい、横浜で野球を始めて、横浜でプロ野球の人生が始まって結局そこで終わることになったというのは、本当に感慨深いものがあるし嬉しいものがありますね。本当に15年という時間はですね、やっぱりよく頑張ったですよ。はい、はい、さあそして、森本選手ですね、今シーズンはなかなか出場機会に恵まれませんでしたが、まだまだ本人はね現役続行を、そうですね、言ってますけれども、本当にね、僕は彼は本当によく努力したと思うんですよね。僕はまあ帝京高校の時に出てきた時から見てるわけですけどね、はい、日本ハムに入りましてね、本当に新庄選手に会って、はい、何かこう一皮むけましたね。そうですね、あそこでね、そして札幌そのものに日本ハムが定着するのに本当に大きな貢献して、そうですね、そしてね、ここへ来たんですが、ちょっとまあ自分の持っているものをもう一つ出し切れなかったっていうところが、やっぱりまだやりたいという気持ちにつながってるでしょうね。はい、まあ、怪我などもありましたし、はい、今日も思い切ったプレーを見せていきたい、まだまだできるところは見せたいという話をしています。もう一人は今日代打で出場予定のラミレス選手。まあ、この選手ね、ヤクルトへ来て1年目キャンプで見たときにですね、これどこまで頑張るかなというその期待値の大きい選手が、やっぱりヤクルトで随分頑張って巨人行って、そしてこの横浜へ行って、この横浜のチームがですね、明るさというもの、まあ、監督も当然そうなんですが、明るさというものには随分また貢献してくれた選手じゃないかなと思いますね。はい、7月の18日に今シーズン登録抹消されましたけれども、久しぶりのグランド、一軍のグランドでしたけどね、ファンからもラミちゃんという声が聞こえましたね。ファンの人が本当にね、忘れてないっていうのは嬉しいでしょうね。本人とも今日話しましたけども、まだまだだからっていう話はしています。さあそしてタイガースのオーダーもご覧いただいています。こちらは衣笠さん、もうクライマックスシリーズを見据えたオーダーという感じでしょうか？はいはい、今日の試合はですね、そういう意味で非常に大事な試合に阪神はなりますね。はい、どういう形で12日から戦うかということを、はい、まあ、一番はやっぱりね、第一ステージは2勝なんですよ。とするとやっぱり気持ちの面は大きいですからね。そうですね、この今日の最終戦もですね、12日に向けた試合になるでしょうね。はい、
まあ、おそらく広島との対戦の中で先発は前田健太でお迎えされてますからね。間違いないですね。タイムを取ったマートンです。結局まだここまで対三島今日は一回もバットを振っていないマートン。ランナースタート、二遊間抜けるセンター前のタイムリー、サードランナーがホームイン、1点先行タイガース、ツーアウトからの3連打、4番のマートンもタイムリーヒットです。今日初めて振ったバットでタイムリーでした。さあ最後仕方なくストライク投げざるを得なかったですからね。ちょっと中入りましたね。もうほぼ真ん中ですよね、はい。まあ、スリーボールにしたっていう時点でもうストライクしかないですよね、はい。なおも2アウトでランナーは1塁2塁です。まあ問題はこのバッターですね、はい、三島投手にとってはだからここで1点失って、はい、ここで気持ちをどう切り替えて次のバッターを抑えるか、最小点でイニングをやはり乗り切るっていうね、はい、そこがやっぱり大事なところになるんですよね。なお一塁三塁の形を作っているタイガース、バッター福留、まずスライダーから入ってきました。タイガースは12日から始まるクライマックスシリーズのファーストステージへ向けての今日の一戦。福留のタイムリーツーベース、2対0、タイガースのリードが広がります。これで4連打、友利コーチがマウンドに行きます。ここが大事だと話していたキルガスさんのお話でしたけれども、福留にとっては大きなツーベースになります。これ2アウトを取ってからだけにね、そういうことなんですね。だからやっぱりチームを支えるピッチャーってのはですね、はい、相手にビッグイニングを作らせない、これやっぱり大きな条件なんですよね、はい、そうですね。外のツーシームが少し高めに来た分、左中間割りました。パーフェクトできてますね。打たれてはいないんですけども、ボールそのものはばらついてるんですよね。これ良くないって話ですよね、キルガスさん。センターへ大きな当たりになりました。センター下がって諦めた。バックスクリーンに飛び込んだ。クロマエのホームランが生まれました。今シーズン第2号。チーム初めてのヒットがホームランになりました。ちょっと驚いているようなホームランになりました。バックスクリーンに直接ですね。2対1とタイガースのリードは1点と変わっています。大喜びのベンチです。まあ真ん中高めではありますが、よく飛びましたね、はい、綺麗に直線でしたから。1塁までは懸命に全力疾走でしたが、内野は前進守備に変わりますか。そうですね、まだ1点のリードはタイガースありますけどね、前半ということもあるんですが、前へ来ましたね、はい、このベンチの指示ですから、
バッターは赤堀、ルーキーです。レフトへ上がった、夜空に舞い上がったボール、レフト下がってマートン、ボールを掴んだ、タッチアップからサードランナーホームに向かってくる、二塁ランナーも三塁に行った、サードランナー柴崎ホームイン、同点に追いつきました。4回裏ベイスターズ2対2の同点、そしてこれが赤堀がプロ初の打点になりました。30日にライドで初ヒットを打っていますが、これがプロ初打点、最低限の仕事をしてきました。これで2対2の同点、そしてなおもツーアウト3塁でバッターは小池です。嬉しい初打点になりました香里です。さあここで、いい場面で来ましたね、本当にね、今シーズン限りの今日での引退を表明している小池、まあ、自分でね、思い出を作るには最高の場面ですよ ね、はい、ね、はい、また一つ野球人生の中で忘れられない、やっぱり最後の試合ってのはですね、やっぱりこう何年経っても覚えてると思いますよ、はい、小池コールが響いています。横浜スタジアム2ボール横浜で終えることに特別な意味があると話していた小池、常に一緒に白球を追い求めてきたのがこの後藤でもあります。スリーボール、ちょっとばらついているスタンディッチ、2対2の同点、4回の裏ツーアウト3塁でバッターは小池、外決まってスリーボールワンストライク、第1打席はサードへのファウルフライ、そしてこれが2打席目、スタンドへ飛び込む僕意外とパンチ力あるんですよって話していたなと思ったら、あれはね、ここが15本もこっちに吹いてますからね、これもライトへ3点と広がります。もう軽い感じで抜いて持ってきますよね、やっぱあのバットのヘッドのね、使い方が非常に良くなりましたね。なるほどね、かつては西川が得意にしていたアゴダッチ、ここのね、ヘッドの使い方が本当に上手くなりましたよね。バッターは白崎、お客様がカラーボールを掲げて横浜スタジアムオリンピックから一色に染めるメッセージイベントが行われます。ライトスタンドは緑、レフトスタンドは黄色、一塁側に青、
三塁側が黒、バックネット裏が青というカラーになっています。ですから阪神ファンには気を使って黄色と黒ということなんでしょうかね、君松さん。そういうことですね。ご覧のように綺麗に色が出ています。これウェーブも始まっていくという横浜スタジオになりますが、ライトの際にファンに5色のカラーボードを渡して、野球のオリンピック正式種目化に向けたメッセージを世界に送るイベントとして今日このイベントが行われています。野球がいつかオリンピックの正式種目になることを願って、日本の野球を愛するファンとともに世界へメッセージを送るという趣旨でこのカラーボードイベントが行われています。ですから合言葉はウィーラブベースボールって言葉でね、まあ、ゆくゆくはまたやはりオリンピックに野球ソフトボールっていうのがね、はい、皆さん戻ってきてくれると嬉しいですよね。そうですね、今年は WBC もありまして、やはりこう日本のナショナルチームというのを、ね、常に見られる状況っていうのもやっぱりあってほしいなと思う。そうですね、上空のヘリコプターがこのように捉えています。あ、綺麗に出てますね。そうですね、僕らの思いでオリンピックに野球復活を、皆さんありがとうございました。みんなの思いがオリンピックをいつか、野球をオリンピックの正式種目にいつかもう一度帰ってくることを願って、まあ、今シーズンはキャッチャー高城という、ね、若いキャッチャーを使っていきました。そうですね、スタートしたんですけどね、まあ、もう一つ打てないということもあってファームに落として、でその後は鶴岡、そしてこの黒丸も終盤上がってきています。今かわしました、左中間レフト突っ込んでくるが待った、それを見てからホームに返ってくる俊介がホームを踏んで3点目、ベイスターズのリードは2点となります。5対3、今日日高は2打数の2安打です。オリックスから阪神にやってきて、この人もここというところでいい仕事しますね。そうですね、フォークボールがちょっと高い、そんな感じですね、はい。95試合での到達というのは2番目の速さになりました。まあ、本当に考えてますとね、年間150本打って13年半かかるっていう計算のものですから、これ13年で打ってたっていうのは本当にコンスタントに怪我もなく、はい、年活躍したっていうことですよね。そうなんですよね。首位打者1回、ホームラン王2回、打点王は4回取っています。圧巻だったのは2003年から2010年の8年間で100打点以上ね、8年連続続けたっていうのもありましたし、はい、ね、ヤクルト巨人で本当にチームのために力になってきたこのラビです。まあ、今年は2000本安打を達成した後ちょっとね低迷しまして、そうですね、はい、ちょっと守備がですね、思ってるような守備ができない、まあ、チームとしてもそこのところでね、ベンチに置かざるを得なかったっていうのがね、まあ、正直言うとチームとしても誤算だったことは事実ですね、はいはい。7月の18日登録抹消をされて初めての2軍降格を経験しました。そして今日の一戦、感謝の言葉がスタンドにも見受けられます。前進守備の内野陣です。
1700、今日が44試合目の出場です。7152打席目になります。打ヒットは2017本、ホームランは380本を数えています。通算の打率もね、まず3割超えてますからね、この人は。もう本当に打ってますよね。まあ、今日一番の声援です。センターへ、犠牲フライの蹴りはどうか、掴んでタッチアップがサードランナーホームへ駆けるベイスターズのユニフォームを着て最後の打席、声援に応えてヘルメットを脱ぎましたアレックス・ライネス。犠牲フライで打点を位置付けてベイスターズに別れを告げます。通算の1272打点目でした。6対3、ベイスターズのリードがまた3点と広がりました。ベイスターズのユニフォームは脱ぎますが、ただまだまだ本人は現役続行を希望しています。まだね、ちょっと見たいですけどね。そうですね、さあ、そしてバッターボックスへ、最後の打席になる小池、もう目に涙が浮かんでいます。15年間の思いが、おそらく今頭をよぎっているでしょう。そして共に歩んできた後藤の目にも涙、涙をこらえてのバッターボックス、小池。同点という場面にもなります。ちょっと操作が苦しいピッチングになりました。ランナーは一塁三塁です。新井は今日はヒットはありません。またボールから、8回、9回と
ーズが反撃態勢。さらにつなげていけるかどうか新井貴大。ホームランを含む三冠打猛打賞というこの小池。ギリギリ決まりました。ランボールツーストライク。操作もちょっと顔見ると余裕がありませんね。ないですね、今はね。いっぱいいっぱいという顔してます。ベイスターズにとっては今シーズンのこのホーム最終戦、シーズン最終試合、しっかりとホームで勝ちを取って来シーズンにつなげていきたい場面。回ったかどうか。回ってない。ツーボールツーストライク。まあこれはまあ失格ジャッジですからね。はい、はい、どこ言えません。そうですね、はい、まあ思えばベイスターズってね、はい、初回に1回の立ち上がりに、ね、坂のデッドボールかファウルかというのがありましたしね。2ボール2ストライク。ピッチャーからちょっと遊んだ。2塁へ送球した。1塁は間に合わない。その前にサードランナーがホームイン。さらに1点返せ。7対5。ベイスターズのリードは2点となりました。ただ2アウトランナーは2塁です。ちょっとグラブの中で遊びましたけども、その後落ち着きましたね。落ち着きました、ね。大型あの後こうもうお手玉もするような感じでポロッとやっちゃいそうな感じもするんですが、ここでね、よく落ち着いてましたね。落ち着いてましたね。この後も慌ててこう悪送球というのもね、ありがちではありますが、あ、これで2アウトランナー1塁です。7対5とベイスターズリードはわずかに2点。スライダー決まってノーボールワンストライク。バッターボックスは清水です。これ出てきて初球初めてストライク投げました。そうですね、はい、さっきのプレーでちょっと落ち着きましたか。6人目のバッターでやっとファーストストライク入りました。空振りです。追い込みました。操作今日でユニフォームを脱ぎます小池。球団を去る森本一人とラミレス。それぞれの思いがあって最終戦幕を閉じようとしています。スライダー空振りの三振です。スリーアウト。試合終了。7対5ベイスターズ2013年シーズンの最終戦ホーム白星です。そして今シーズン限りで引退を決めている小池、最後の瞬間を迎えました。今日は4打数3安打、2本のホームランを含む大活躍を見せました。そして森本一人とラミレスも今日をもってベイスターズのユニフォームを脱ぎます。そしてこの2人は新たな場所を求めてまだ野球を続けていくということになります。
いや今日